水田幸代は、日本の医師、医学者。九州大学名誉教授、学校法人福岡学園理事長。専門は、小児外科。旧帝国大学系の医学部で、初の女性外科教授となった。大分県出身。6歳の時、九州大学病院に入院したが、その際の医師らによる親切な対応に感銘を受け、九州大学への進学と医師になることを、志すようになった。 長崎県立長崎東高等学校を経て、九州大学医学部に進学。同在学中に、米軍病院でのインターンを経験し、そこでの体験をもとに、外科志望となった。大学院在学中の1968年には、イギリスへ留学し、リバプール大学病院付属、アルダー兵小児病院で臨床に従事した。帰国後の1974年に、 医学博士号を取得。九州大学病院助手、講師、福岡市立子ども病院、感染症センター省に外科部長を経て、1986年、九州大学医学部助教授、1989年、教授。旧帝国大学医学部の外科講座において、女性教授が就任するのは、初めてのことであった。2004年には、九州大学病院長に就任。 女性として初の国立大学医学部附属病院長となった。同在任中には小児医療センターや救命救急センターの設立に力を注ぎ、このうち自身もデザインに携わった小児医療センターは2006年にグッドデザイン特別賞を受賞した。2008年5月に九州大学を退官し名誉教授。同年10月には女性初となる。 九州大学理事、副学長に就任し、同大学における男女とも同参画の推進などに、努めた。組織の管理運営能力を評価され、学校法人福岡学園理事、常務理事を経て、2015年理事長に就任。2017年4月に、福岡看護大学を新設した。ありがとうございます。